パスワードフィットネス始まるよ。まずはレッグダウンと足、パスガードの形なんですけど、相手のこう足と足の間に入らない状態、この位置ぐらいから相手の、この体格の足をこのかかとを持つ、こういう、ズボンっていうのはこっちの方がやりやすいです。そしたら、右足を一歩前に出しながらこっちにずらします。でこの足を、ここの骨盤のこのラインこっちに流すようにして、でこの膝を持って前に出しながらこういう状態します。で、体の位置っていうのはこの時はこうお辞儀なんだけど、お尻グッと引くようにして揃えます。で一旦揃えたらこの、右手を外していただいて、この右手から、襟を持ちましょう。襟を持ったらぐーっと膝を曲げてきな、こういう伸脚するようにして曲げます。で、膝の間に肘が入るように必ずしてください。これが抜けちゃうと、こうやって抜けてきて、これで押されると結構簡単に倒れてしまいます。ですから、入れた時に膝を越えた位置で肘が中で膝が上に入る。でここまで来たら、膝も踏んじゃってもいいんですけど、このままでも大丈夫です。そしたら、こっちの手、左手は帯、4本の指が、普段持たない持ち方、こうやって持つ人はいるんですけど、こっちから持つようにして脇を締めて頭を相手にこれでストップで、こうすると相手は押しづらいです。で、ここからの続きは横に移動してガードの外です。で、動きに行きます。もう一回いきますね。対角線の足を取ります。取ったら一歩前に足を出しながら膝も持ちながらこっちも持ってきたら、手で襟を持って肘を膝を伸脚するようにしてくると思います。ここまで持ってきたら、この手を4本の指が帯持つようにして脇締めながら、顔は、左側面を相手の胸につけるのがこのまま。ここまで持ってきたら横に移動してガードパスを完成させてください。あとでいきます。体格の足持ちます。これで足かかと、膝、足を前に出しながらで手を外して膝が内側で、肘が内側で膝を伸脚して手を外して4本指を補強して、右側面を相手の顔に、このまま移動してガードパスを完成してください。ここまでですね、一旦やってみましょう。レッグダックって2種類あると。基本ここまで持ってきたときに膝がついちゃったらめちゃくちゃ強いんです、けどなかなかつけれないと言ってたんですよ。ついちゃうとこれは相当強いです。ただこれって今の状態、足上がってる状態から持ってこっちに入ったときに膝ちょっとつけれないんですよね、流れでは。つけれない。だからそれを補うために帯と顔っていうのに大丈夫ですか。なので、膝を踏んじゃうとこれは相当強いです。踏めるといいんですけど、そもそも今の段階で踏めないんですよ。踏めなかったらもうしょうがないんで、ここで強くしないといけないので顔をつけてこっちででしっかりくるというのはどうですか。ここまでですね。あとは最初の体勢に関しては
こっち持ったらこっち左の膝に体重かけるようにして、こっちのサイドスクワットみたいな、で逆に今度は曲げるっていう動きになります。だ自分の、このラインにこうレールがあって、こういうすねのパーツをどんどん流していく作業、これがこうレッグトラック大事です。こういう打ち込みしてる人いますよね、うん、これはこのためにで、このために1やって2っていう動きになるので、ここまでですね、もうちょっとやってみましょうか。はい、さあ、で何がこうやってしてきたときに、そもそもこうやって入ってるのまあここにあるのもそうですし、腰上げるこっち側に引けばもう今こうやってなってるやつを、いつもはこれを外したい石とかして、こっちこうやって回ってこういったりするじゃないですか。だからこれをそもそもこう持ってたら、これを胸張ってこっちに移動すると、レッグドラッグになりますよ。ラヒーバーフックなので、あの一つの方向としてあります。なので相手がこうデラヒーバーこうこうやってかけて、こういう状態でこう指とか持つ、これになるとこう解除してこうこうなった時に、この上にかかってたらこの腰上げて、このこっち側にこう流すままレッグドラッグになります。まあまたは最初からこっちに乗ってる人ですよね。こういう人はもうこれでも終わっちゃいます。なのでここにあったらこれ上に上げて、こっち側にもうずらしてこう持ってくると、いわゆるレッグドラッグ最初の形になります。まあ、これはすごい初歩的な一番簡単なレッグドラッグの入り方でもあるんですけども、相手がこちらでこうなってきた時に襟持って、これはまあ解除したり切ってこうなってきたら、これを胸張ってこっち側に持ってきたらレッグドラッグです。ここまで大丈夫ですか。デルヒーバーフックから、結構このレッグドラッグの移行もできるということですね。ここもちょっと簡単ですけど確認で、まあ、さっき の形は一緒する胸つく移動するっていう動きは一緒です。ここまでですね、やってみましょう。はい、スタート。はい、来たら相手にシーンとかにこうやってかましていける、こうやっていける。でまあ、このままこうやって別にこう、まあ、突破力があればこのままこうやってわーって走っていくのもありなんですけど、例えばレベルが拮抗しちゃったりすると無理なんですよ。同じようなレベルを同じ体格になってきて、ただ力でグーっていくのって結構難しくて、もちろんあのこう外してとかあるんですけど、相手こういう状態になってきたら瞬間この膝がこういう状態ですね。膝僕あの見てくださいね、膝にあのクロスに一歩手前って言うんです。クロスに一歩手前ですよ。これ膝ついてると全然脇違いますから、これを自分で立たさなきゃいけないです。そしたら瞬間これ下からすくって帯持ちます。こっちの帯で、これってだけど帯持ったことによってこっちにクロスにしてる状態はこっちパスできないんですよ。わかりますね、これはなんとなくわかりますね。そしたらこのまま後ろにこの足を上に跳ね上げるようにしてたわけです。これなんでっていうと、これこのままつけたままにすると加納さん一気に起き上がってきて、こんなはずじゃないのみたいな、スイープになっちゃうんです。だからこれは僕の意思で下になってるけど、この人のスイープにはなりますよ。なので2シールドハーフ来た、ちょっとこうクロスニーで攻めてこうやってきてる時にすくって降りてみましょう。グッと締めたらこのままこの足をこの足で上に上げるようにして上げます。そうすると今起きれないです起きれないです。起きれなかったら左手で頭の後ろをかくようにしてこっち流します。この足を組み替えましょう。足が動揺しちゃうんでまっすぐじゃないです。これだとすぐに可能性が動いちゃったりとかする。足を内側にツイストします。かけながらお尻を上げます。左手で襟持ち蹴りながら起きます。さっきの位置になります。ここまで持ってきます。だこの考え方の選択として、上で突っ込んだ時に下になった時、下になっていいのかなんですけど、これは下下ですから、ね、だから下下になって上になる分にはだから点数入らないんですかっていう考えです。だからずっとトップで攻めるんじゃなくて下を選ぶっていうのも選択なんです。なので
こう来た、相手がこう入れてる、しょうがない、中に入れて帯持ちましょう、しっかりプレスかけておきましょう。この足で相手の足を上に跳ね上げながら上に上げる、上げたら頭の後ろかくようにしてこっち足を組み替えます。これが重要ですね。ここただまっすぐじゃなくて内側にすると、これ加納さん足を動かせないですか、分かりますね。これが重要ですね。そしたら右足、こちらの足を使って横回転の要領でお尻から上げます。そしたら左手を伸ばして体格の遠くの円に左足をキックしておきたらこうなってきます。じゃあもうさっきと一緒ですね。持ち替えて頭つけましょう。ストップ。ここまでやりましょう。大丈夫ですね。クロス西田、これ入れて、あっいけない。そしたらすぐにすくって帯もすくって、帯は中にしっかりプレスかけましょう。このままこの足で相手の足を上げるようにしてすぐ蹴り上げます。上げないと起きるからですね。頭の後ろをかくようにして解除、足を組み替えて入れ替える、手を襟持ってキックする。でさっきと同じですね。そうそう、レッグドラッグに操作します。ここまで、これがまあ難しいです。これが分かるともう応用何でも効くんで、まずこれを覚えましょう。大丈夫ですね。めちゃくちゃこれが、これを覚えたら何でもできる。切った、ニーシールドハーフ外して襟持つ、倒れ込む、足上げる、組み替える、ケツ上げて襟、キックして、ここまでですね。やってみましょう。はい、スタート。はい、で多分おおよそ皆さんやる、ここまでは大体膝内入れてこう入れて、あ、いけない、こう僕前に行ってますよね、分かってるんですよ。あの要はこうしちゃうと良くない、相手をしっかりプレスこうかけといて、かつ肩の横、頭こういうとこ取れるじゃないですか。で蹴りながら外す、で頭のまずここから頭の後ろをかいて正解と、この足をこう組んだ時に体をそのままにしておきます。わかるんですよ、伸びた状態でこうやってですなんかじゃなくて、柔術の基本って丸々っていうのが基本なんですよ。ここの胸と膝をつけるちょっとこうタイトになりますよね。ケツから上げてるから襟を持った時にこの足キックしたら起こせます。起こしたらセットって動きになる。丸々動きをすると要は下半身から起きるのがすげえ重要なので、1、2で3、4、5、これを内に切りながら上体から起きようとしたらこの人ビーンと足伸ばしてくるからいけないです。下半身丸々ここにつけるようにして、で襟持ってキックっていうところまでですね。やってみましょう。はい、どうぞ。はい、フィフティフィフティされると良くないですよ。こういう状態です。フィフティフィフティ、相手が組んでこういう状態が良くないですね、実は。でこれやられちゃうとこのままこうやってドーンと押されると簡単に受けちゃって2点取られて、この位置がフィフティフィフティ状態なんです。OK、この状態です。こういう状態です。まずやることは、こういう状態をまず作ってもらってます。まあどちらかが経験がある方がいるので、なんでもこの形分かると思います。そしたら、まずは倒れないように足をこっちに、こういう状態作ります。で、こっちでズボンを持ってみましょう。そしたら、この組んでる膝のところに足を入れて寝ます。で今一緒です。こうなったらあとは1、2、3、こういう状態になったら1、さっきとの違いはもうこれ最初からあるんで、もうこのままもう流しながら上げれば
レッグダックに行きます。相手がフィフティーに来た。まあ、これはこれだけやってればいいんだじゃなくて、もう一つの、バリエーションだと思います。このままいると簡単に倒れちゃうんで、もう基本は下げながらこの間に膝を入れ込む。ですぐにこっちに移動します。わかりました。移動しました。それもうさっきと一緒、帯持っちゃう。さっきと同じ位置関係になりますよね。蹴って外して外して外してっていう感じなんです。大丈夫ですね。これはあの癖づけです。これができる。だから結局一番最初前にやったやつが一番難しいんですよ。これが分かると結局全部つながってくるんで、下になったら全部これやればいいんでとりあえず分かんなくなったら、これができたら10ぐらい攻めが増えるじゃないですか。だから1覚えて1覚えるんじゃなくて、1覚えたら10覚えるって感じにしとくと攻め手が増えるんで、あの応用を聞かせていきましょう。相手が、あ、来た QTV、あ、こうやって来ちゃった、こういうシーンあったな。とりあえず下げながら、この膝を中に入れながらこっちに移動する。で、帯を取ってかけながらで、起きる。大丈夫ですね。ラストいきます。相手が下から入れる。これ、あ、こけちゃう、危ない。膝をここに込みながら、ね、こっち、ここまでやってみましょう。アイスタート。